伊勢地川は、ロシアのスベルドロフスク州、クルガン州、チュメニ州を流れる川である。トボル川の左支流で、最終的には、エルキシ川、オビ川を経て、北極海へ流れる。長さは 606km、流域面積は58,900平方キロメートル。11月から4月にかけては凍結する。主な支流には、ミ津ス川、デカ川、シナラ川などがある。 カメンスクウラリスキーの下流を流れる、伊勢地川ウラル山脈東部の標高を250メートルに位置するスレドネウラリスク市近郊にある伊勢地湖から流れる。上流のエカテリンブルク周辺では18世紀頃から工業用のダムが作られており、ウラルを越えてきた旅人がここから船に乗り、帯川水系を東へ旅した。川は、この後西シベリア低地の広い河酷を流れ、 ヤルトルフスクの南5キロメートルで飛ぼる側に合流する。沿岸の主要都市には、エカテリンブルク、カメンスクーラリスキー、カタイスク、ダルマトボ、シャドリンスクなどがある。エカテリンブルクからシャドリンスクにかけての上流、中流域は重工業地帯で汚染も激しい。ありがとうございます。